セイコーマチック R8305 の8030の自動巻き。今回ご紹介するのはセイコーの自動巻き時計セイコーマチック R です。薄くてコンパクトな自動巻き時計をコンセプトに開発されたビジネスマンをターゲットとした人気のシリーズです。文字盤は放射仕上げのシルバーカラー、アップライトインデックスとドルフィンハンドの組み合わせ、3012デイトが配された実用性に優れたシンプルな風貌です。 SS ケースは薄型ラウンドフォルム、裏蓋はケースが一体型となったワンピース構造です。上質な社外製ベルトに D バックルを装着しています。国産時計の歴史に刻まれるアンティークならではの魅力を存分に味わえる一品です。平成29年 OH 済み、修理明細が付属します。セイコーは創業よりこれまで数々の革新的な商品の開発とともに、オリンピックなどの国際スポーツイベントを通して時と時計の文化や産業の発展に貢献してきました。創業から100年以上もの歴史を刻み続ける日本が世界に誇る時計ブランドです。操作方法、右サイドにあるつまみがリューズです。そのままのポジションで手巻きができます。自動巻きの時計ですが、針が止まっている場合などは時計本体を小中で軽く振りローターの音がします。手動でリューズを巻き上げて針が動いていることを確認してご使用ください。リューズは右回し、時計回りに指先の腹で前方に押し出すようにして巻き上げます。できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。リューズを1段引いて回すとデイレートがチェンジ、2段引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。ハック機能、秒針停止はありません。サイズ、ラグ幅は 18mm、 ケース径は約 35mm、 リューズ含まず縦ラグからラグまで約 41mm、 厚さ約 10mm、 風防含むです。この時計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。